ほんでここ分かれまして、この道が矢橋道です、うん、で矢橋道の今いるところが餅崎八幡宮ですよね、うん、でその前にちゃんと十五堂って書かれてます。ここに十五堂があったり、で動員っていうのはこの先に道標が3基ありますので、それでちゃんと書かれてますね。昔の本店の文献です。じゃあちょっとお参りさせてもらいましょう。これ餅崎八幡宮、王神殿の小型